ミカでーす。積極的チャンネルに出たことで結構いろんな反響があったんですよ。ぜひね、積極的にセクシー業界ちょっと一回お話どうですかと。でその時ミカさんも、あ、ぜひ。その後のね、皆さん知りたいですよね。その子が一旦果たしてどうなったのかと、ミカさんは面接行ったのかとか、メーカーのオーディションに行ったのかとか、いろいろ知りたいじゃないですか。見た目は大人、頭脳は子供、でもパソコンだけは立派な大人、積極的でございます。いや、すいません、すいません、ついカメラ回ってるの知らなくて。いや、すいません、改めて積極的でございます。どうも。本日はですね、皆さん、この方を知らない方はですね、積極的チャンネルを本当に知らない人でですね、まさにこの方にですね、お越しいただきました。お名前よろしいですかね。ミカでーす。ミカさんにまたしても登場していただきました。再度のご登場です、はい、まさに積極的チャンネルのもうめちゃくちゃ功労者と言っていいですね。このチャンネル登録者数が増えたのはもう全てもあなたのおかげです。本当にありがとうございます。もう本当にありがとうございます。どうも、皆さんもですね、お話ししていきますけど、実際ね、この方がどんな方なのかっていうのをね、生で見た人もなんか結構いるらしいんで、ちょっとその話も後でちょっと突っ込みますけど、で、今日なんで来ていただいたかっていうとですね、思いのほかですね、積極的チャンネルに出たことで、結構いろんな反響があったんですよ。で、その反響がいかなるものかっていうのを、ちょっとせっかくなんで、皆さんに知っといてもらおうかなということで、積極的インタビューに出たことで、果たして、ミカさん自身には何が、起きていたのかっていうのをですね、順を追ってお話ししてもらおうと思うんですけど、で、まず、最初の質問なんだけど、はい、皆さん覚えてますかね？積極的インタビューの最後のところで、僕がね、ここでこう、ね、よかったら、じゃあ今度、AV どうですかみたいなね、話をしたと思うんですよ。皆さん覚えてますよね？ぜひね、積極的にセクシー業界ちょっと一回お話どうですかと。で、その時、ミカさんも、あ、ぜひじゃあ一回、私もちょっと、興味あったんで、ってなって、じゃあぜひ話聞いてみましょうってことで終わったと思うんですけど、その後のね、皆さん知りたいですよね。その子が一旦果たしてどうなったのかと、ミカさんは面接行ったのかとか、メーカーのオーディションに行ったのかとか、いろいろ知りたいじゃないですか。そこをですね、まずそっからですね、ちょっとお話ししていこうと思うんですけど、じゃあそれはですね、ちょっとご本人の口からですね、ちょっと説明してもらった方がいいかなと思うんで、はい、すいません、はい、どうぞカメラの方に向かって、はい、本当にすいません出なかったです実を言うと、あの後ですね、面接に行く日時までは決まったんですよ。で、面接行く日時まで決まったんだけど、当日になってですね、ちょっとミカさんの方のですね、気分がですね、変わったということで、なんとですね、当日のドタのキャンでございました消極的消極的ですよ。で、そこ、なかなかね、こういう機会って実はすごく珍しくて、何が珍しいかっていうと、普通面接をやっぱドタキャンしたり、キャンセルした子って、別に悪いとかじゃなくて、基本的に後日会って、何が乗り気じゃなかったのとか、なんで気が変わっちゃったのとかってことを話する機会って基本ないんですよ。でも、こうやって別にほら、僕は気まずくないから何も、こうやってね、お会いできる間柄なんで、どんな感じだったのかっていうのをちょっと聞いてみようと思うんだけど、ちなみに、あの時はほら、こう、ね、ぜひぜひみたいな感じ、ね、話聞いてみます。私は乗り気だった。そう、乗り気だったじゃん。それがさ、なんで、当日になって、あれって手のひらを返しちゃったように変わっちゃった。めちゃめちゃ仲いい友達に、うんうんうん、もう、いや、出るなら、友達を辞めるぐらいに言われて、うん、あ、それなら、じゃあ辞めますって言うわ、みたいな。あ、相談したってこと？あ、出るかもしれないみたいな、私は気軽なノリで、あ、ぜひ見てねぐらいのノリで言ったら、いや、やめなみたいに言われて、その友達はなんでやめなって言ってたの？もうなんか、周りに友達で出てる子で、ね、なんか後悔してる子がいるから、やめなみたいに言われて、あ、そう、そうみたいな。あ、そうなんだ、それ本当だったんだ。うん。っていうのは、彼女から来た LINE が、友達に相談して、周りに相談したらすごい止められたんで、うん、やっぱり今回はやめときますっていう話だったんですね。うんうん、で、それを僕は見たときに、率直な気持ちとしては、あ、多分これは
本当は自分が乗る気じゃなくなったのだけど、さも友達を引き合いに出して、あ、なるほど。そうそうそう。それで、多分、言葉を入れたんだなっていう。要は、シンプルに、要は、何が言いたいかっていうと、もう、あ、多分これは、もう多分嘘ついてるなって思ったのが、なるほど、なるほど。それが、ダメとかいけないとかじゃなくて、あ、でもそういう感じだったんだ。そう。ああ。友達辞めないでって思って。ああ、なるほど。じゃあそこの天秤をかけた時に、うん、その友達を失うかわざわざ別に今生活にそこまで困ってるわけでもないのに、うん、セクシー業界に一歩踏み出すぐらいだったらまだ友達をまだキープしておきたいっていうね、うんうん、なるほど、こういうパターンもあるんですよ、ね、ごめんなさい、あ、全然別に悪いとかじゃなくて、だから僕がすごく思ったのは、うん、今言ったように、うん、なんだかんだほら、ね、ね、こう理由を皆さんつけて、来ては当日に断られることなんてもう日常三事なんで、そう、もう全くもう、もうそれはもう事務所も僕ももうすべて想定内なんで、つまり、ミカさんを事務所に連れてって、初めてこう膝を突き合わせて、それまでも全く誰も信用されてないから、まあ、そういうもんだから、それはもう全然良くて、むしろ連絡取れなくなって、そのまま、LINE ブロックされちゃう方が、僕としてもちょっと悲しかったから、またこうやって、なんで、あの時はどうだったのっていうことを聞けること自体が、本来なかなかないんで、こういうことを、フィードバックするっていうのも、またね、ちょっと面白い試みだし、もうそういう間柄なんでね、まあなんせ我々はもうね、積極的にね、もうエクササイズしますから、はい、だからそういう意味では、もう別に、いや、なんか変なわだかまりも、そう、僕も別にここで、いや、その友達はさ、あざからこうだからってまだ言って、なんかね、また説得して連れてこうって、いや、さらさらないよ。全然ないんだけど、それはもう全然、その人のね、そのミカさんの、判断を別に尊重するし、うん、あ、ってとこだったんだ。うん、ああ、そうなんだ。言わなくてもよかったんじゃないの？あ、別に、これは別に、なんだ、説得って意味じゃなくて、言わなくてもよかったんじゃないの？あ、友達に？そう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 。なんかほら、ね、飲みに行くみたいな話あったじゃないですか。その流れのまま言っちゃって。あ、その子ってこと？そうそうそう。ああ、はい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 。そうなんだ。ああ。なるほどね。別に。出るかもみたいに言っちゃって、私がね。ありえないからね。まあまあまあ、まあ、なんか本当軽いノリで、なんか、うん。そしたらなんか向こうは本当にやめなみたいな。ああ。なるほど。その子は別に AV 出てた子ではなくて。出てた子ではなくて、なんか友達がもう出てて、あ、その子はなんかバカだから本名で出ちゃってるんだよね、みたいな。超積極的。本名で AV ですか？マジっすか？え、本当に？そう、相当なバカじゃん。ね、私でも思ったもん。出たことないけど。それ、バレない方が不思議だもんね。うん。本名ならね。ねえ。え、なんで本名で出ちゃったんだろうね。そこまでは思わないけど。まあね、でも、めちゃめちゃ後悔してるよ、みたいなの言われて。でも、出るなら友達辞めるよって言われて、わかった、辞めるって言って。すぐ LINE したの。なるほどね。そう、だから僕もすごく不思議で、だからあの時はそう、まあ、カメラを回ってる、そう、カメラを回ってたし、ね、まあ、若干まあ、このグラスね、こうやってグラス入れてますけど、これあれなんですよね、ソフトドリンクじゃないんで、多少ね、あるのコールのね、力もあって、あるいはもしかしたら美香さん的にさ、優しいから忖度してちょっとこうね、積極的チャンネルを盛り上げるために行きますって言っておけば盛り上がるかなって、こう先読みまでしてくれたのかなとか思ったんだけど、別にそれは本当なかったんだ。え、全然なんかもう出る前から思ってた、出てみたいなみたいなのはあって、あ、興味はあって、 あ、いい機会だなぐらいに思ってた。なるほど、はいはいはい、なるほどね。そうなのか。いや、残念ですよね、皆さんね。みんな見たかったでしょ。美香さんがね、マスク外してベッドの上でね、シミケンとかそういう有名な男優に抱かれてね。抱かれた、ね、抱かれてる姿をね、あったと思うんですけど、なかなかね、これがまたセクシー業界のですね、いい意味でも悪い意味でも難しいところで、そうなんですよ。本当に直前までね、もうわかんないもんで、これが例えばですけど、じゃあ面接までうまくいきました。じゃあ、いざ撮影ですってなった時に、友達に止められて、やっぱ気が変わっちゃって、急遽ね、
撮影がバラシになるとかもね、もう全然ねあることなんで、だからこれはもうねしょうがないんですよ。なぜなら、ね、やっぱセクシー業界の仕事ってやっぱ究極の仕事なんで、そう一番やっぱ究極じゃないですか。だからね、自分のねそのセクササイズしてるところを撮るっていうのは、もうほんと最大級の仕事だから、直前まで気が変わっちゃうのはもうこれ致し方ないことなんで、ただ別にあの悪く思うこともないし、そういう理由だったんだ、じゃあ本当に友達に相談したんだね、相談したっていうか止められたんだね。そう、全力で。そっか、そいや僕からするとそのお友達本当なんで背中押してくんなかったんだって、ね、つくづく思うんだけど、まあこればっかりね仕方ないもんね。なるほど。まあということでですね、当初はですねセクシー業界に行った後にインタビューをして、実際男優さんはどうだったのかとかね、撮影現場どうだったのかとかをね積極的に掘り下げたかったんですけど、なかなかちょっとねそうもいかなかったんですけど、まあでもこればっかりはね仕方ないんで、ただですね皆さん、あくまでも現時点ではそうなだけで、やっぱり僕の格言でね、女心は日替わりランチっていう言葉があるんですよ。ね、積極的。女心ほど気まぐれなこともないし、コロコロ移ろいやすいものはないから、だから、まあ、現時点ではそうかもしれないけど、もしかしたらまたね、先々、気が変わるかもしれないし、このまま変わらないかもしれない。それはもうどっちでもよくて、もし気が変わった時はですね、また、いの一番に積極的インタビュー取りますんで、で、その時をね、皆さん心待ちにしといてもらえればね、パーセンテージ言ったら僕もちょっとわからないけど、今だ、だからあれでしょ、友達に止められたから、ちょっと気持ち的には下がっちゃったんだ。うん、ああ、なるほどね。あとは、あれだもんね、別に、無理して別にセクシー業界に行かなくても別に今の仕事でも十分さ、稼げてるからっていうのもあるのかな、金銭的な部分ってことはないんだね、じゃあね、なるほどね、そうかっていうことらしいんで、中にはコメント欄にもね、ぜひ美香さんのが出たらあの買いますみたいなねぐらいのコメントがあったんだよ。あ、すごい、そう、優しい、あの彼女が出たら絶対見ますとか絶対デビューさせてくださいとか、すごいすごい積極的なコメントもあったんで、僕もその一端を担ってるものとしてね、あのきっかけを作ったものとして、まあ、そこはなんとかね、そこまでねお連れしたかったんですけど、なかなかこればっかりはですね、僕が決めることでも事務所が決めることでもメーカーさんが決めることでもなくて、もう一番はもうご本人なんで、もうご本人の意思がもう最大限尊重されるあの業界なので、まあ、こればっかりはいやもう全然謝る必要はないんですよ。でも仕方ないんで、まあ、残念ながらですねセクシー業界にはですね一歩踏み出してないっていうところなんですけど、またこういったことをですね、またこういうふうに形でお話が聞けるっていうのもですね、また積極的インタビューの素晴らしいところで、本来これ聞けないんでね、なんであの気が変わっちゃったのかとか、なんで面接に一回行くって言ったのに急遽ねドタキャンしちゃったのかなってことは普通聞き、ね、聞いてる、まあ、本人も言いたくないし、で突っ込まれたくないところなんだけど、これはまた積極的チャンネルの一つ魅力の一つなんでということなんで、あのもうサムネイルのタイトルは決まったんで、なぜ彼女は AV をやらなかったのかってことで、もうサムネイルももうこれでも決まっちゃったんで、これでまたサムネイルで興味あの引いて、ね、クリックされることをねあの願いたいと思うんで、まあ、ひとまずですねセクシー業界には現時点ではね行かないですけど、まあ、いつの日かね美香さんがですね男優さんに会えてる姿をね見れる日を皆さんあの心待ちにしてですね、一回ここでですねあのちょっと休憩挟みたいと思うんで、一旦ありがとうございました。はい、ありがとうございました。積極的